この子が好きだったよねああそうだねじゃあ行ってくれるうんどっちに相談しよう 後輩あのあの先週から変わいがいがしたんですえ僕のキャラは全くのレパートリーがないことがバレてしまいましたけそんなことないやついんますかはいこのコーナーはリスナーからの取りとめもない相談ごとにまずは若手相談員の宮野君がお答えしますそしてその後ベテランの私遊佐がお答えします同じ相談に二人が答えを出しまして皆さんに選んでいただくなるほど非常に至極簡単 うん、はいわかりやすいよ、うん、今回も切実なお悩みが和歌山県にお住まいの鋼鉄ネーム高木若さんうんカズカかと思ったカズカあの皆さん難しい漢字には <laughs> ルビーを,をお願いします, <laughs> お願いします

あ、あ,あそうなんじゃないすかじゃないすかなんかきっかけないと、男の人にとかは言わなでいでしょ。何があったんだよ。<laughs> ちょっと、一応の男のこと。お前何やったんだよ。<laughs> この10年で何があったんだよ、お前。俺、俺 <laughs> 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 俺じゃないですよ。俺じゃないです年下キャラ。と <laughs> いうことで、えー、どうどんな料理を作ってもらったらうーん、そうですね。うん 僕は何だろうなうんさっき言ったけど今の時期だとお鍋とかもねお鍋ねお鍋とかもいいじゃないですかお鍋ってやっぱり一人じゃ絶対やんないし一緒にあったかい鍋をつぎつつなんて言ったらもうもう心も体もボカボカですよじゃあお鍋がいいかいい。ちょっと変わった鍋がいいからなるほどね変わったところからしゃべね普通でも一般的な答えとして肉じゃがとか家庭的な料理みたいなこと僕ねその答えダメなんです 肉じゃがとかはダメだって自分で作れるもんああなるほどね自分で作りゃいいじゃない逆にさ作れないようなすごい料理とか作ってほしいじあそれはあるね鍋とかだったらさマイク旦那でおおいや鍋とかだったらさあんこをつるしてさばいてくれたりおおすげえと思うよね それは感動的な。すぎる。なるほどね。でもそれは、うん、料理する人の意見ですね。そうだよね。うん。俺僕全然しないんだ、まあ。まあかまあうちにあんこ持ってきてここに吊るしていいって言われてもちょっと吊るすとこないけどね。<laughs> <laughs> なんかバケツから水ガーっと口に入れられて。怖,怖い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 。<laughs> それは困るけどでもなんかその手の込んだ料理をやってみるといいですね。うん ちちょょっっとととコースとかで出されたらちょっとドキッとしますね、うん、ドキッとするけどまあでもね,ねそれはねあのー、失敗してもいいんですうんうんうん、あのー、その手の込んだ料理をわざわざこう失敗するリスクを背負いながらやってくれるという気持ちが嬉しいなるほどなるほどやっぱり結局は心ってことですねはいはい、うん、<laughs> えあなた <laughs> 最高のスパイスあなた肉食。一番のスパイスあなた肉欲だけだったい。<え> <laughs> 肉があればいいみたいなまあ食べる肉をね横のこう彼女の何がですか心の体以外のものもつつきながらってことでしょだって何言ってんのそういうことなんじゃないのうちなんてっていう言い訳だってねつつくってね。ねえじゃあ鍋をつくんでしょ 鍋をつつくだけど鍋はつつくんですけど、うん、あんまりね彼女にね女の子に料理作ってもらって「ね、つ,つつく」っていう単語はなかなか出てこないよ。<laughs> そっかそれはもうちょっと手慣れた感じじゃないあそうか君の鍋をつつくみたいな <laughs> <laughs> 君の鍋 <laughs> <laughs>、まあ、そんな感じなんだまあそんな感じなんだ分かんないけど、えー、お前鍋好きだったよなっつって え、誰が作ってるのちょっと、ちょっと幼なじみ出してみら急て。あ<ー> <laughs> 急に、急に出してみたあー。誰のこと言ってるのかと思えば、ね。お前10年前鍋よく作ってくれたよ、ね。中学生だよ。<laughs> <laughs> 適当すぎるど,どんな鍵っ子だよ。だ <laughs> 中学生で鍋ずつき合ってるんだお互いだって、何、し家族で家族で帰りが遅いの家族で、その家族ぐるみの。うん

その手の込んだ料理で一番これっていうのを作ってほしいっていうのを一つうんまあ手の込んだ料理まあどうかな中華かなああ中華うん例えば北京ダックそうそれしかないんだろ覚えてんのそれしかないんだろあの皮しか食わねえやついや肉も食うらしいよ本場ではねほんと俺食ったことがいんだよなああ本場で大丈夫だよあのナミさんが連れてってくれるってあ本場でありがとうございます おはようございます。ちゃんとね、航空券を渡してくれるから。あ、ありがとうございます。あ、そっか、中国、中華。中華。うん。中華だよ、そうだよ。中国に関すン番組ですか、これ。まあ、忘れてた。忘れてた。ははただ、小波さんは、すいません、一人分しか用意できなかった。宮野さん行ってきてくださいって言われたと思うけど。何その、連覇、連覇少年的な、なんか。はい、皆さんからの取り留めもない相談事もお待ちしておりますよ。うん。